さんおはこんばんちはです、パパスです。今日は今バラバラにしていってる MH23S ワゴン R スティングレイさんのですね、車内になるんだな、もう手指差しでいこうかな、まあ、パワステの、はい、モーターと、まあ、キーレスのユニットのリモコンのあれを社長に取り外していってもらおうかなと思います。なのでお願いします。はい、助手席から失礼します。よいしょ。で、場所はどこになるかと言いますと、うん、ここやから、はい、まあ、このアームカバーハンドル外したり、このアームカバー外したりとかね、はい、そこまでは他の動画で、はい、で、まあ、メーターパネルとかを外さんでいいけど、はい、まあ、この下とか、はい、でとりあえず、はい、こいつを一体でバーンと外すんやけど、はい、これね、まあ、外す前に、はい、とりあえず、まあ、この、これコントローラーか、はい、受信機かちょっと分からへんやけど、うん、はい、こういう、まあ、昔の鍵やな、はい、なこれ、うん、はい、でこれネジ頭についたんね、うん、でトルクで閉まったらこれが折れるようになった。でもこれが埋まってんのか。そう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 、だからマネジを買うとか、はい、でちょっとこのネジ太いから、はい、12のボルトやけど、はい、頭が5ミリぐらいのやつ、まあこうて、うん、別にあのちょっと工夫してもったらつくと思うよな、はい、で外せへんけど、はい、こういう、うん、こういうポンチでカーンと、はい、まずまっすぐやって、はい、穴をこう一箇所な、はい、でこの緩む方に穴をちょっとゴバッと深くしてもらって、はい、緩ます方にポンってやってもらったら、はい、これだけちょっと緩んでるから、へえ、うん、でまあネジ、はい、切れ人は今度逆に締める側に叩いてもらったら、うん、まあ、これは規定トルクとか、はい、そんな言うてる場合じゃないからね。そうですね、勝手に折れるしね、うん、まあそれがほんまに規定トルクかも分からへんけど、うん、であとはまあ、はい、こう全体的にはもう外していくわな、はい、でこいつな、まず配線、はい、うん、こういう感じで、はい、こっちの、これはちょっと下げといても一緒か。でカプラーはちょっと鈴木のやつはもうちょっと側があるから、はい、この側の、うん、ほんまに、うん、はい、昔だったらここ押したらいいけど、うん、この爆弾カプラっていうかな、ここ押すところね、はい、こういう見えてるやつは、はい、もう横着せんと、はい、こういう、うん、挟めるもので、ね、ここはちょっとやりにくいな。そうですね、狭い、うん、はい、丁寧にやった方がな、はい、で今度はこれモーターやな、はい、でこのモーターのこいつはこの縁に、だからほんまた外してだけど、はい、まあ外さんでも、はい、この上っ側を、うんうん、こいつはモーターに入ってるやつだから抜かんない。はい、これは大丈夫。こいつも抜かんないな。こいつも抜かなくていい、うん、はい、あとはもう、うん、まずこの2本とここ、はい、うん、でこっち側にも置く。おー、あった、はい、ここのモーターのこの後ろはちょっと見にくいかな。見えへん、映るかな、モーターの後ろちょっと見にくい。こっからもね。あ、ほんま。うん、確か4本やったかな。はい、なんか、この社長の手は見えてる。あ、ここかな。よいしょ。この、この真横ぐらいかな。よいしょ。この辺かな。あ、はい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 。な、まあ、この辺。ダメだ、はい、一瞬です、まあ、ちょっとね、はいはい、これもうバッテリー抜いてしもて、はい、ハンドルが効けへんねやんか、はい、だからほんまはこいつを、うん、これ、うん、このボルトを先外さなあかんねんけど、はい、
こだっけ、ごめんなさい、まあ、見える位置で見える位置で、まあ、外してくれたんやけど、はい、シャフト見えへんから、はい、よいしょ、で、ボルトは12で、はい、この、こう平らなとこあるかな、わかるかな、あるある、見える、うん、はい、ここにボルトが入るようにするから、はい、位置はもう1箇所しか入れない、うん、うん、このボルトを抜かんと抜き切れへんから、はい、で外すときはもうちょっと動かしながらタラッと抜いていくっていうな、はい、さっきちょっと一瞬映した奥のところ、ここから見えるな、よいしょ、この隙間からね、あー、そうやそうやそうや、うん、ちょっと動いてる、ここからかな、なんかまあ一番やりにくい、はい、ボルトを抜き切ってもらう、はい、ちょっとこのラジオの線は外しといて、ね、こっち側はこのアンダーカバー外したら見えるとこやから、はい、ちょっとこのここのボルトはちょっと特殊やから、はい、なくせへんよね、はい、代用品が多分ないと思う、ちょっと細いね、へえ、あ、うん、ほんまやほんまや、なんか細なってるやろ、うん、途中でネジの山から途中で出てくる、で、あとここはナットやから、はい、まあつけるときもボソッとここに突き刺さんと、はい、うん、はい、ここですね、でここでもうブラブラになってくるから、はい、ある程度この手でネジが緩むようにしといて、はい、ちょっと上に上げながら、はい、最後にナットを、ナットをね、はい、緩めてみて、はい、で、うん、下ろしてもらって、うん、この先下に抜いた、はい、トラムシャフトですね、ここ、うん、おー、抜けたー、入れるときは、はい、このネジとここがまっすぐになるようにして入れてもらって、うん、はい、おー、取れた、こういう感じ、はい、まあ、モーター調子悪いって掃除する人、はい、ここからバサッと外したりするんだけど、うんうんうん、まあ、それも注意してやってもらったら、はい、でコントローラーも線抜いてもらって、はい、このプラス2個ですぐ変えれるから、ね、はい、うん、ここです、まあ、そんなもんかな、はい、うん、こいつはもうつけたままこれで、もうヤフオクに出品するときはもうこのままで、このままです、まあ、ネジだけ、はい、そうですね、前の後やからまあ一緒やし、はい、うん、で奥2本も一緒やし、うん、こいつだけ特殊やから、はい、これをこれで使わへんようにしとかんと、はい、もうコラムシャフトで別で開けてもらうんで、多分ネジ山が潰れると思う、あら、うん、怖い、そうですよね、細いのに大きいの入れるんやもん、うん、ダメだ、こんな感じね、はい、はい、今日はこんな感じで MH23S ワゴンアルスティングレーさんのですね、なんていうの、キーレスのユニットと、パワーステのモーターを外していきました。どんな時に使うかな、キーレスのユニットは外してないけど、まあ、外すの不利だし、まあ、そうそうそう、外し方ですね、うん、まあ、モーター掃除する人とか、まあ、だから、まあ、単純に、まあ、冠水車はもうないと思う、昔冠水車でようパワーステのな、あれが水使っちゃう、水使ってハンドルが重なったとかあってんけど、はい、まあ、今は年数経ってハンドルが引っかかるとか、はい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 、重くなったとか、まあ、そういう時の掃除やね、そうですね、うん、まあ、皆さんもよかったら作業の参考にしてください、お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。